はい。では、抗ウイルス薬、最後の内容を見ていきます。それが何かというと、抗ヘルペスウイルス薬となっていますね。じゃあ、この抗ヘルペスウイルス薬見ていくということになるんですが、その前に、ヘルペスウイルスってどんな特徴があったのかということを確認しておきますけど、まずポイント一つ目としては、DNA ウイルスというところ、ここね、しっかりチェックしておきましょう。RNA ウイルスじゃなくて DNA ウイルスとなっているんだということです。なので、B 型肝炎ウイルスとかと同じということですね。 で特徴としてはこんな特徴あります。治療後も体内に潜伏する。それによって再活性化して、回帰発症するってですね、こんな特徴があります。なので、一回感染すると体の中に残って、そして免疫力低下した時に再度活性化する。それで、 回帰発症するんだという特徴がありますので、ここをしっかり押さえておきましょう。これがヘルペスウイルス薬の特徴です。DNA ウイルスであること、そして体の中に残って免疫力低下によって回帰発症するということがありますので、ここをしっかり押さえておきましょう。じゃあ、こんな内容を押さえてもらった上で、こうヘルペスウイルス薬、どんなものあるんですかどこを押さえておいたらしっかり国家試験を解くことができるのかということ、ここをですね、次の内容で確認していってください。 はい、じゃあ、ここからは、抗ヘルペスウイルス薬の詳細見ていきますが、どこを押さえていったらいいのか、どうやって頭の中に入れたらいいのかってことを紹介していきますんで、皆さん、この動画の内容を押さえてもらって、しっかり抗ヘルペスウイルス薬、頭の中に入れていってください。じゃあ、どうやって押さえていくかというと、まずこんな風に押さえましょう。何々。シクロビルっていうもの。これがですね、まず抗ヘルペスウイルス薬となっています。ということで、シクロビルって見たら、あ、抗ヘルペスウイルス薬なんだなと気づくようにしましょう。 じゃあ、その中で、まず押さえなきゃいけないのは、はじめの原型であるアシクロビル。これを押さえましょうか。じゃあ、このアシクロビル。これが原型ということなんだけど、どうやって聞くかというと、このアシクロビルというのは、こんな風に聞きます。チミジンキナーゼってものによって、リ輪酸化されますよと。この 1P ってね、リ輪酸化。これまず受けなきゃいけない。 で、次はどうやってね、リン酸がされるかというと、こんな風になってますね。細胞性キナーゼによって、それによって、酸リン酸化される。で、ここまで来ると、活性体となって、作用を示すよと。じゃあどうやって作用を示すかというと、こんな風に作用します。DNA ポリメラーゼ。 これを阻害するとして、それによって抗ウイルス作用を示すよ。というふうになっているんですね。これがアシクロビルとなっています。じゃあ、このアシクロビルなんですが、どんなウイルスに効果あるかというと、このアシクロビルっていうのは単純ヘルペスウイルスとか、あとは水筒帯状疱疹ウイルスですね。こういったものに効果があると。水筒帯状疱疹ウイルス。 ヘルペスウイルスですね。まあ、こんなものに効果があるとされているんだということです。これがアシクロビル。もともとの一番初めの原型となるものということです。じゃあ、このアシクロビル、これを発展させていきましょう。どんな風に発展させていくかというと、このアーの部分をバラに変えます。 これがバラシクロビルと言われるものですね。じゃあこのバラシクロビルなんですがどうやって効くかというと、作用の仕方は同じです。チミジンキナーゼによって1リン酸化、細胞性キナーゼによって3リン酸化されて活性体となって DNA ポリメラーゼを阻害し、抗ウイルス作用を示すよということで全く同じ作用を示します。じゃあ全く同じ作用を示すんだけど、このバラシクロビルって何であるのかというと、このバラシクロビルっていうのはアシクロビルにバリンをくっつけましたと。 で、このバリン結合することによって吸収性を高めてます。じゃあなんでこの吸収性を高める必要あるかというと、このアシクロビルっていうのは吸収性が悪いんですね。なので、体の中で有効血中濃度を保とうと思ったら、何回も何回も投与しなきゃいけない。1日5回投与しなきゃいけないというね、まあ、そんな難点がありました。で、1日5回飲むってなると、寝てる間どうすんのみたいなね。まあ、そんな感じになるんですごい使いにくいのがアシクロビル。 じゃ、バラシクロビルどうかというと、バラシクロビルっていうのはバリンくっつけて吸収性高めて、それによって体の中に入りやすくする、血中濃度を高くしやすくするということで、使用回数を少なくすることできるようにしたのがバラシクロビルとなります。なので、吸収性改善したのがバラシクロビルで、体内に入ってから作用する仕方は全く同じっていうのが、これが ま、バラシクロビルとアシクロビルの関係ということなので、皆さんアシクロビルはまず原型として押さえて、そしてバラに変えるとバリンをくっつけたもので吸収性改善しているというね、そのように押さえておきましょう。ただ薬理的には作用が同じなんだというふうに押さえておくといいかなって感じになります。で、このバラシクロビルに似たお薬として、ファムシクロビルっていうのがありますけど、このハムシファムシクロビルについてはですね、バラシクロビルと似ていて吸収性がいい。そしてですね、作用の仕方は、 アシクロビルと同様に、チミジンキナーデ1リン酸化ですね。チミジンキナーデによって1リン酸化、細胞性キナーデによって3リン酸化されて DNA ポリメラーで阻害して抗ウイルス体を示すよってことはここ同じなんで、まあこんな感じで連結させてアシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロビルを覚えておくと頭の中に入りやすいということになりますね。これらがアシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロビルのお話ということになります。じゃあ、 ファムシクロビルですね。ビールについてのお話ということになりますね。じゃあ、これに加えてですね、何見ていくかというと、あとシクロビルってつくお薬に、こんなものがありますね。ガンシクロビルっていうのがあるんですよ。ガンシクロビル。じゃこのガンシクロビルなんですが、これまた別個で覚えなきゃいけないと。 じゃあどうやって覚えていくかというと、このガンシクロビルはシクロビル、バラシクロビル、ハムシクロビルと違う。じゃあ何が違うかというと、このガンシクロビルのガーってところですね、これ注目してもらって、ガーがつくことからサイトメガロウイルスに使えると。サイトメガロウイルスに効果がある。っていうふうに押さえます。ガーがつくことからサイトメガロウイルスに効果がある。 お薬なんだというふうに抑えていきます。で、このサイトメガロウィルスに効果なるガンシクロビルってなると、リン酸化の仕方が違うんですね。じゃあどう違ってくるかというと、この一ン酸化のとこが違ってます。どんな風になるかというと、プロテイン、キナーゼによって一ン酸化される。で、三ン酸の方法はね、同じです。細胞性キナーゼとなっているんで、 この、眼クロビルってなった時にはですね、覚えなきゃいけないところが2つありますね。どこを覚えなきゃいけないかというと、覚えなきゃいけない内容としては、まず、シクロビルのガーからサイトメガロウイルスに効果がある。で、このサイトメガロウイルスはヘルペスウイルスタに含まれますんで、この眼クロビルも、こうヘルペスウイルス薬になるという感じでね、頭の中に入れましょう。で、このガーがつくことから、シクロビル。 こういうふうにね、頭の中に入れて、で、あともう一個違うとこを押さえなきゃいけないんですが、一ン酸化の仕方が、プロテインキナーデとなっていますんで、アシクロビル、バーシクロビル、ファムシクロビルと、一ン酸化の過程が違うというふうに押さえましょう。で、最終的な効果はどうかというと、最終的には、この三ン酸化されて、DNA ポリメラーで阻害する、 それによって、こう、ウイルス作用を示すよってことで、ここは同じになります。なので、シクロビルってついたときに、何分かんなきゃいけないかというと、DNA ポリメラーで阻害して、こう、ウイルス作用を示すっていうね、共通点があるということ。ここちゃんと押さえます。で、あとはどうかというと、アシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロビルは仲間となっていて、チミジンキナーゼによって一輪酸化、そして、細胞性キナーゼによって三輪酸化されるとなってます。で、これらは、 単純方針とか、帯状方針ウイルスなんかに効果があるとされているんですね。それに対して、ガンシクロビルってどうかというと、シクロビルってついてるんで、DNA プリミラルで阻害して抗ウイルス体を示す。これは同じなんだけど、ガンシクロビルであることから、サイトメガロウイルスに使われるということですね。で、このサイトメガロウイルスに使われるものっていうのは、アシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロビルと違って、一ン酸化の過程が プロテインキナーゼになっているってことを押さえておくと、なんとかシクロビルってつくお薬は、ほとんど網羅することできますんで、こんな感じで、〜何々シクロビルっていうね、お薬。これをね、ちゃんと頭の中に入れておきましょう。これが、抗ヘルペスウイルス薬の前半部分ということになります。はい、じゃあ、ここからは、抗ヘルペスウイルス薬続き確認していきます。その中で、まずここから見ていきましょう。ビダラビンですね。 じゃあ、このビダラビンなんですが、どうやって作用していくかというと、このビダラビンっていうのは、DNA ポリメラーデを阻害する。それによって、抗ヘルペスウイルス体を示すよとなっています。で、これを聞くと、なんとかシクロビルと同じじゃんってなるかもしれませんが、 この DNA ポリメラーデを阻害するまでの過程が違います。どう違うかというと、なんとかシクロビルっていうのは1リン酸化されて、3リン酸化されて、そして DNA ポリメラーデを阻害するって感じだったんだけど、このビダラビンっていうのは1リン酸化という過程はないです。いきなり3リン酸化されて、それによって DNA ポリメラーデを 阻害していくよ。抗ウイルスさえを示すよとなっていますんで、一輪酸化不要というね、これがなんとかシクロビルと違いますんで、ここしっかり押さえておきましょう。これがビダラビンということになります。 で、ここまでね、なんとかシクロビル、ビダラ,ラビン見てきたんだけど、全部がね、DNA ポリメラで阻害薬となってるんですね。なので、今までっていうのは、抗ヘルペスウイルス薬って言われたら、DNA ポリメラで阻害薬だよねって感じで良かったんだけど、最近新しいものが販売されて、それではいけなくなった。じゃあ、何が発売されたかというと、新しいお薬としては、アメナメビルっていうのが出てきたんですよ。で、このアメナメビルが出てきたことによって、今までは抗ヘルペスウイルス薬どんな作用ありますか DNA ポリメラーで阻害するんですよで。よかったんだけど、それではいけなくなったっていうのが、このアメナメビルの登場ということになります。じゃあこのアメナメビル、これは DNA ポリメラーで阻害するわけじゃない。じゃあどうするのというと、このアメナメビルっていうのはこうなってます。ヘリカーゼを阻害する。で、これに加え、プライマーゼを阻害するというね、 そんな作用を持っているのが、これが雨、ナメビルとなっています。ちなみにこのヘリカーデ阻害、プライマーで阻害って言われてピンとこないことがあると思うので、ちょっと解説しておきますが、このヘリカーデっていうのは何かというと、このヘリカーデというのは DNA を解く酵素ですね。これがヘリカーデとなっていて、この DNA を解くのを阻害することによって DNA 合成しないようにしていこう。ってね、そんな作用を持っているのがまず一つ目。 で、もう一個何かというと、もう一個プライマーゼっていうのがあるんだけど、これプライマーを作るのに働きます。プライマーを作るのに働く構素。で、このプライマーって何かというと、このプライマーっていうのは DNA 合成の起点となるものとなってます。DNA 合成する。その時に始まりっていうのが必要ということなんだけど、この DNA 合成の始まり、起点ですね。これをプライマーと言っていて、この DNA の起点となるプライマー。これを作るのに働くのがプライマーでと言われている。 で、これを阻害することによって、プライマー作れなくなって、そして DNA 合成をできなくしていくっていうのがもう一個の作用となっていますんで、皆さん、このね、アメナメビル、新しく登場して、全然ね、今までのお薬と作用点が違いますんで、ここはしっかりチェックしといてください。ちなみに、105回まではまだね、このお薬出ていなくて、まあ、今後ですね、必ず問われるだろうということで、これはすごい重要なお薬になりますから、アメナメビルはしっかり頭の中に入れときましょう。ということで、ここまでが、抗ヘルペスウイルス薬となっています。 で、このね、抗ヘルペスウイルス薬これを見ることによって、全部のね、抗ウイルス薬を確認することができたんだけど、抗ウイルス薬、何がね、国家試験に問われるかというと、問われる内容は、B 型肝炎ウイルスに対して効果のあるもの、C 型肝炎ウイルスに対して効果のあるもの、あと HIV、インフルエンザウイルス、そしてヘルペスウイルスに効果のあるものが問われるということになりますんで、この5つの内容を総合的にしっかり押さえて、国家試験に臨んでください。じゃあなんで総合的に学ばなきゃいけないかというと、インフルエンザウイルスに効果のあるものと、 HIV に対して効果のあるもの、これ引っ掛けてきたりとか、ヘルペスウイルスに対して効果のあるものと、HIV に対して効果のあるもの、これ引っ掛けてきたりしますんで、全体を抑えることによって正答率がぐんと上がります。なので、5つの抗ウイルス薬、必ずね、 しっかり頭の中入れて国家試験に臨んでもらうといいかなと思います。ちなみに B 型肝炎とか C 型肝炎ウイルスに効果のあるものっていうのは肝疾患の部分でお話ししてますんで、この抗ウイルス薬とともに肝疾患の部分、それをしっかり押さえてもらって、抗ウイルス薬しっかり頭の中入れて国家試験に臨んでください。それでは。